ャプターが選べるみたいだ。チャプターを選択してくれ。どの任務がいいかな。始めよう。死刑は死刑でも執行猶予がついた。一から説明するね。これは君が食べた呪物と同じものだ。全部で20本。うちではそのうちの6本を。そしてこれは壊せない。それだけ強力な。そこで君だ。君が死ねば中の呪いも死ぬ。だからこう提言した。どうせ殺すなら全ての宿儺を取り込ませてから殺せばいい。そこで君には今2つの選択肢がある。今すぐ死ぬか、全ての宿儺を見つけ出し取り込んでから死ぬか。お前は強いから人を助けろ。お前は大勢に囲まれて死ね。亡くなったのはじいちゃん。でも親みたい。そっか、すまないね、そんな時に。でどうするかは決まった？こういうさ、呪いの被害って結構あんの？今回はかなり特殊なケースだけど、被害の規模だけで言ったら、宿儺が全部消えればさ、呪いで苦しむ人も少しは減るかな。もちろん。あの指まだある？ん？改めて見てみると気色悪いな。さて2本目、10分の1か。確定だね。肉体の体勢だけじゃない。宿儺相手に難なく自我を保てる。千年生まれてこなかった逸材。どったの？なんでもない。それより覚悟はできたってことでいいの？全然。なんで俺が死刑なんだって思ってるよ。でも呪いはほっとけ。本当にめんどくせえ遺言だよ。宿儺は全部食ってやる。あとは知らん。てめえの死に様はもう気に。いいね、君みたいのは嫌いじゃない。任務がいいかな。始めよう。とりあえずユージはこれから学長と面談ね。下手打つと入学拒否られるから気張ってね。なんだ、貴様が頭ではないのか。力以外の序列はつまらんな。貴様には借りがあるからな。小僧の体を物にしたら真っ先に殺してやる。宿儺に狙われるなんて光栄だね。やっぱこいつ有名なの？両面宿儺は腕が4、顔が2つある仮想の鬼神。呪術全盛の時代、術師が総力を挙げて彼に挑み敗れた。まごうことなき呪いの王だ。遅いぞ悟。
矢賀正道学長だ。虎杖悠仁です。よろしくお願いします。何しに来た？面談。呪術高専にだ。呪術を習いに？その先に何を求める？じいちゃんの遺言で、俺はとにかく人を助けたい。遺言？つまり他人の指図で君は呪いに立ち向かうと。不合格だ。人形じゃなかったのか？呪骸、人形だ。私の呪いがこもっているがね。九死にこそ人間の本音は出るものだ。納得のいく答えが聞けるまで攻撃は続くぞ。そもそも他人じゃなくて家族の遺言だっつーの。くそ、明かりが。家族も他人のうちだろう。呪術師は常に死と隣り合わせ。自分の死だけでない。呪いに殺された人を横目に呪いの肉を切り裂かねばならんこともある。不快な仕事だ。それを他人に言われたから笑わせるな。ざけんな。俺は自分が呪いに殺された時もそうやって祖父のせいにするのか。死に際の心の理由を想像するのは難しい。だがこれだけは断言できる。今のままだと大好きな祖父を呪うことになるかもしれん。呪術師に悔いのない死などない。今一度問う。君はなぜ呪術高専に来た？運動も喧嘩も昔から人並み以上にできた。でもそれを一度だって俺にしかできないって思ったことはない。宿儺を食う、それは俺にしかできないんだって。食って、風呂入って、漫画読んで、ふと気持ちが途切れた時、ああ、今宿儺のせいで人が死んでるかもなってへこんで、俺には関係ねえって自分に言い聞かせるのか。そんなのごめんだね。自分が死ぬ時のことは分からんけど、生き様で後悔はしたくない。悟、寮を案内して。合格だ。ようこそ呪術高専。でも別に悠仁が戦う必要なくない？宿儺の指は僕や伏黒が取ってくるから。いい、やるったらやる。ま、君が戦わないなんてことはありえないんだけどね。あ、試したな。そんなに簡単に見つかるならとっくに全部見つけてるっちゅう話。君の中の宿儺が力を取り戻すために指の在りかを教えてくれる。君は器であると同時にレーダーでもあるわけだ。現場にいないと始まらない。隣かよ。お、
伏黒、今度こそ元気そうだな。二人とも明日はお出かけだよ。三人目の一年生を迎えに行きます。どの任務がいいかな。始めよう。